リーサ・ケリー。なんとアメリカが生んだ次世代の歌姫がこのイベントに参戦。代表曲 I wish you loved me はレコチョクの2009年年間洋楽ランキングで2位になるなど、日本でも大人気のアーティストだ。ゲームもフリーで検索、無料です。